はい、こんにちは。札幌占い美容室ハエマガシの後藤です。今日は、次元がね、結構髪質もいいと僕は思ってるので、そんなに問題はないモデルさんなのかなっていう感じがしてまして、ちょっと暗くしたいんですもんね。はい、この部分に関してこの辺にしたいと思います。なので今この部分を、なるべくね、自然に赤みがとにかく抑えたいっていう写真をいただいたので、結構寒色に近づけて透明感を出すっていうところですね。はい、ではちょっとね、韓国風な感じの、ちょっと重さが足りないんですけど、これでちょっとブローしながら切んないともうイメージちょっと共有できない感じなんで、ちょっと先にブローしながら切るっていうような感じにしていきたいと思います。で、今回はレングスはあんま切りたくないってことだったんで伸ばしてますから、ちょっと重さ出すのにこのぐらい行きたかったですけど、ちょっと長さを取らないようにして、手先のばらつきをちょっと取って、重さをプラスして、ここは重さをプラスして、この辺のまっすぐ感をどうにかしたいと思います。カット用にバームワックスを使ってドライカットしていきます。今日も結構切ってきたんですか、ワンちゃん。切ってきました。鼻かゆくなったりしないですよ。いや、このマスクしてるので大丈夫。してないとやばい。いやもうやばい。猫とかやばいですか。アレルギーなくてもなんかアレルギー出そう。ジルジルになりますね。やっぱなります。なります。あ、だから本当僕絶対やばいですけど結構すごいっすよね、多分。なりそう。は、特に猫は、猫の方が。ああ、なりそう。確かに猫アレルギー多いから。トリミングは猫しないので。猫ってどうするんですか。あ、すごいバラバラ。猫はなんか、うちは動物病院なので、はい、毛玉になってもうどうしようもなくなっちゃった子が来るんですよ。あ、そっかそっか。 それ取れない、ドレッド見たくなってるってこと。そうなんです。だからそういう子はもうもはや猫のトリミングは危険なので、眠らし、お薬で眠らしてやるって感じですね。猫って切ったらピキャってやれちゃう。多分。あ、猫はやっぱ結構怖いですね。凶暴。やっぱその子によりますね。なんか学生の時に研修に行った病院は普通にシャンプーしてたんですよ。はい、でもその子めっちゃいい子で、猫のシャンプー黙ってさせるとはちょっと思えない、思えないですよね。思えない感じではあります。けどそうだったんですけど、私は絶対怪我したくないから嫌だって言って。だってこの辺とかさ、そう、なんていうの、なります、傷だらけに。リストカットしてないけどさ猫にやられてさ、ありますよ、リストカットしてるみたいな感じなんで。はい、ここを切ります。この辺のね。で、用語としては縛りたいということなんで、この縛るバックのね、この縛れる位置、下ですか上ですか、どこでもいいですか。うちでも大丈夫。はい、どこです。じゃあ縛れればいいということなんで、このぐらいからですね、ちょっと作っていきたいと思います。で、スタイル的にはこういうふうにリバースに巻いちゃってる感じで切ってます。なのでこれどういう風に切るかっていうと簡単なんですけど、サイドチェンジします。で、大体この場所をこの辺からってなったら、ここからサイドチェンジするだけなので、この下のレングスに合わせるだけです。さっき下はいつも僕やってるって多分皆さん分かってると思うんですけど、こう切ってます。ちょっと重さ出すのにRを入れて、こういう感じに切ってます。はい、そういう感じに切るといいです。こっちがですね、こうですね。はい、そしてここは、長さはその辺かな。ここって決めたら、大体この切る位置覚えておいてください。そしたら、指ね、このおじさんちょっと頭小さいんであれですけど、前から指4本分の点と揉み上げのところ、結んだところをサイドチェンジしていきます。はい、サイドチェンジはこれ一発でね、簡単にこんなやつだとできるんで。はい、でどういうふうにするかと言いますと、で R2 スニングでぼかしながら切った方がとりあえずいいんで、この辺からスタートだから、ね、ここからこう流れるっていうことをイメージして、でこれちょっとコーム使うんですけど、実は決まってるっていう感じですね。ちょっとね、長めに切ってるからそれっぽくなるかはどうかな。
とボリュームがねちょっと出づらい感じでございまして、まあ、こういう風にですね今のでちょっと分かっていただけると思うんですけど、まあ、ちょうどリバースに一撃で、まあ、またちょっと切るんですけど、まあ、こういう風な感じが作れます。これは縛れるんでもうちょい攻めれるなと思ってもうちょい上からでいいですか、このやつ、はい、っていう感じにしたいと、まあ、こんな感じでちょっとデザイン作りながらちょっと切ります、はい、指4本のところ爪地までいかないですね、4本ともみあげをつないだところイヤートゥーじゃないんですよ、そこを、サイドチェンジ、まあこう切る方法もこうやって切ったりとかもなんか、まあ、多分いろいろあるんですけど綺麗に繋がらないんで、こうやってバツバツバツってやるとラインが要はその繋がりがなくなるので、今みたいに1個で切った方が髪の流れって繋がるんですよ。だから本当に究極言うとこう1個で持ってバツって切るのがまあ本当究極に繋がるっていう感じなんで、細かくやるとバラバラになっちゃうんでこういう繋がりが出なくなっちゃうんですね、はい、でもなんかこれだけでも変わりましたね、なんかここの影ができるかな、うん、でこっちも簡単なんですけど、指4本分のところから持ってきてそのままサイドチェンジするだけなんで、本当こうすればこれでなんかそれらしくなったのかなと、前髪作ればラインを、デザインをちょっと分かりやすくするためにすいませんちょっと任せてもらって、ストレートだとちょっと彼女の髪は分かりづらいんで、バック例えばちょっとどっかに高さ出したいと思ったんですけど、こういうところに段入れちゃうとここバサバサしちゃって、ここはねバックはまっすぐにしたいんですけど、ちょっとこの辺で動きを出したいですよね、サイドとここでちょっと動きを出していきたいなと思うんで、このセンターはいじらないでここだけで動きを作ります。ということはイヤーとイヤーにオーバーダイレクションさせるんですけど、センターから2つに割ってちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど、どっちですか、ちょっとダッカルで止めますね、普段止めないんですけど、ちょっとここを止めて、それもめっちゃ簡単なんです。でセンターパートを止めます。で、センターパッド止めます。そしたら、この位置にオーバーダイレクションさせます。ということはどういうことかと言いますと、今言ってるのはですね、ここに全部集めることによって、この、ここの場所ですね。ということは、センターの毛がこっちにオーバーダイレクションしますから、ここが長くなる、接線的に。こうしますから。なんで、ここはまあ段が入らないけど、ここにちょっと山切りの段が入る感じです。でも、ベースは軽くしないですよ。ここだけちょっと、ちょっとか、高さを出すためのレイヤーをちょっとこう入れるって感じですね。はい。めっちゃ簡単なんで、ちょっとやってみます。で、その場合は、このイヤーとイヤーのもみ上げ、もみ上げですね。このもみ上げから下は、ここはベースの位置です。ここ切んなくていいですから。はい。で、まあ大体僕がいつもやってる感じなんですけど、このまま、一応保険で、指1本分だけここ落としてください。ここ切っちゃうと危険なのでいいですかね、はい、これベースの毛ですからここ指1本だけ残しておいてください。もしくは指2本とかですね、はい、毛の量に合わせて。じゃあモデルさんちょっと、軽めなのでちょっと少なめに、あ、少なめか多めにベースを下ろしておきます。このぐらい指2本分ぐらい下ろして、でイヤーとイヤーまでオーバーダイレクションさせます。わかりますかね、ちょっと見づらいかな。で、ここから、今や何をしたのかと言いますと、イヤー2から前を止めて、で、バックの、センターパートからバック入れて、お土産の延長線上のところを取って、
ベースのところを指2本分だけ落として、こう切っちゃダナ入っちゃいますからね。で、前にオーバーダイレクションですね。オーバーダイレクションするのはこのイヤーとイヤーのこのパネルです。ここまでオーバーダイレクションさせます。いいですか。ここまでオーバーダイレクションさせて、ちょっと前側の方がいいですね。この辺はなくて、徐々に段がちょっと入って、なくてっていう感じですよ。段あり、段なし。で、段あり、段なしっていう、まあこういう極端なんですけど、そういう感じになります。そうすると、前から見たときに、ダミーでウエットだけ高くなるっていう感じですね。だから完全に形で高さを上げちゃうと、軽くなりすぎちゃって上が短くなって、昔の古いスタイルになっちゃうんで、A ライン崩さないようにしてやるには、この部分だけをやると。であと、まあ、それがまあちょっと難しいっていうのであれば、いつもやる、V ラインで、ここに V 作って、やってるやつあるじゃないですか。ここに V をこう作って、この V の落ちる位置で、わざと R シザーとかでブランと出していく。こういう薄いところをちょっと取っていくと毛先の重さが出るので、もうダウンステムでいいんで、こういうところですね、つながりは最初作ったので、やっぱちょっと崩すって感じですかね。でこの毛先のところにこういうちょっとブランと、ほんとミリ単位なんですけど入れていくと、ちょっと重さが出せる感じです。こういう感じで、結構ね、でこう動かしながら手先をやっていくと、ちょっとこの辺の立体感とかが手先出てくるので、っていう感じで切る。ねじってるんですけど、そのまま持ってきて切るってよりはちょっと少しねじってます。ねじって切ってると、ねじった方がまとまるので、そうしてます。で切るっていう感じですね。高さ欲しいなとかいう場合は、まあ取ったりとかするんですけど、あんまり軽さ出したくないんで、本当やることがないっていう感じなんですね。いやー、お金のかかんない頭でいいですね。去年から何ヶ月、12、1、2、3、半年以上美容室行ったんです。行ってないマジっすか、それやばいっすよ。やばいなと思いつつ、しかもそれでもこの状態が保てるっていう、なんと恐ろしい、強いんですね、すげえな。はい、お願い感謝してください。親もすごいですもん。お母さんすごい強いです。白髪ない？いや、白髪はあるんですけど、なんか星、あ、すごい、なんか細くなっていかない頭らしい。毛が弱らないと。すごい、素晴らしい。ハゲなさそうですね、お母さん。あー、この髪質はハゲないわ、絶対。え、でも私はハゲそう。いや、大丈夫ですよ、このままいきますよ。本当ですか？抜け毛が多すぎて、シャンプーするときね、いや、そういう時もありますよ。やっぱ毛周期があるんで。でも、多分全然大丈夫だと思います。本当ですか？はい、本当に。嬉しい。大体お客さんの見てるんで、あ、この人やばいなとか分かるんで。え、女の人でもやっぱありますね。ありますね。あ、この人行くなとか、言わないんですよ、でもその感じ。いや、そりゃね。頭皮とかで分かるかも。前髪がね、あ、ちょっと前髪作ります。前髪がちょっとね、少しハゲてますけど。でしょうよ、いや、冗談です。本当にここ。なんか結んだときめっちゃ重い。今これね、あとついてるんで、あ、でここにちょっとバング作りたいってことなんで、薄い感じでちょっと作りたいと思います。めっちゃ何年ぶりか。あ、本当ですか？何年どころじゃないですか。あ、10年くらい。でもこのぐらいに薄めに作っておけば、なんでしょう、あんまり横にしちゃえば分かんないんで。でもここで1個ポイントがあって、これちょっと今あとたまたまついてるだけなのか本当なと、これは結構例えば同じ量でこう取った時に、僕のやり方なんですけど、こうやって取った時にこういうふうに癖で割れちゃうところがあったら、これちょっと裏技なんですけど、
はい、まあこのような感じですね。まあ目と鼻の中間ぐらいで、結構カーラーで巻いたりとかすることが多いので、ちょっと今跡ついてるんで、これ多分カーラー入れても全く多分あんまり機能しないと思うんですけど、という感じにちょっと前髪をこう薄めに作って、で足りなかったら後でもう一回ちょっと切ろうと思うんで、とりあえず今は探りですね。なんで、まあ、ちょっと簡単なポイントのカットだけしか今やってませんが、皆さんいろいろベーシックできると思うんで、ベーシックプラスアルファでこれをちょっとプラスしていただけるといいかなと思うんで、まあ後でまたちょっと見たいなと思います、カットラインで。これでカラーを入りたいと思います。ムササビバームついてますけど、そのままいっても大丈夫なんで、でこう混ぜます。はい、混ぜたら、100g につき大さじ1杯で皆さんお送りしますんで、100g について大さじ1杯っていう、グラムで測らないでください。結構これが比重が軽いので、このモモンガのトリートメントを入れます。はい、ちょっと今ここに大さじ1杯で、これ今ちょっと量が100以上あるので、何でそうなったの。いやでもめっちゃいい色、ちょっとなんかね、グラデーションっぽい感じにこうなるじゃないですか、ちょっとこう巻き方変ですけどねなぜか間違った結構これで色も綺麗だし、うん、いいんじゃないですかね。あと韓国に行くだけ。え、本当それです。うん。あと行くだけ。行く頃にはもうこの髪型が崩れてますよ。意外と大丈夫ですか。でこの前髪どうすればいいですか。前髪ね。伸びて。なんか自分で切ったらおかしくないですか。いや大丈夫ですよ、自分で切っても。大丈夫。はい。あんまり引っ張らないで切ってもらった方がいいと思います。ままね、じゃん。そうですね。その方が。確かに上がった時に。あんまり引っ張ると、あでも。引っ張るところがトリマーだから大丈夫じゃないですか。すみません、ちょっと余計なこと。別に普通にカットできるじゃないですか。違いますよ。犬とは、犬はもう整えて丸角を削る。大丈夫大丈夫です。一緒ですよ。でこんな感じにね、はい、彼女はこれで韓国これから今行ってきますんで。韓国人みたいマジで。本当？うん本当に。はい、じゃあ。